昭和31年に創立された学校法人大麻学園四国医療専門学校は、今では西洋医学の分野での医療人材育成も担う7学科からなる総合医療専門学校です。4月2日入学式があり、205人が入学しました。新型コロナの感染対策として、今回は学科ごとに4会場に分けて実施されました。こちら理学療法学科と作業療法学科では66人が出席し、学校長の石川博さんから入学許可を受けました。式辞に立った石川学校長は、世の中の流れや時代の変化を的確に読み取る目を養い、幅広い視野を持ち、プラス思考で好奇心と目標を持って、その目標を達成してくださいと激励しました。理系の皆さんが理系だけを専門的にやるというんじゃなくて、文系的な側面も頑張る。文系の皆さんは理系的な側面も頑張る。こんなふうにして偏った考え方を持たなくて、健康であるという方が。続いて大麻理事長から、健康という宝を磨く医療人になってほしいという言葉や、在校生代表から歓迎の言葉があった後、新入生を代表して理学療法学科の吉村春奈さんが新入生誓いの言葉を述べました。今私たち新入生一同は、この長い歴史と伝統のある四国医療専門学校の生徒として入学させていただいたことに喜びを感じると同時に、本学の学生であるという責任と自覚を持って行動し、毎日を大切に過ごしたいと思っております。これからは医療人として求められる豊かな人間性や心の温かさ、新しい時代に必要な深い専門知識と技術を習得し、実践力を身につけるために日々研鑽し努力します。他の学校と比べて4年生というところに自分は惹かれて、しっかり勉強できると思ったからです。将来の目標を教えてください。はい、患者様の心に寄り添えるような理学療法士になりたいと思います。障害や病気で自分に自信を失った方や、なんか趣味がしたくてもできない方に、その人らしい作業を通して毎日楽しく暮らせるようにサポートしていきたいと思います。理学療法学科と作業療法学科に入学した66人は、それぞれの専門分野の道に進むために4年間ここで勉学に励むことになります。通信教育部の方にもですね